ジラ。私どもは見取り師会と言います。見取り師会。会社辞める。今日から見取り師として来ていただく高村みのりさんです。母の死をきちんと受け入れたいと思ってこの仕事を選んだんです。おばあちゃんありがとう。黙って聞いて、そして優しく触れて気持ちを受け止めるんだよ。命のバトンが渡せた。キヨさんのぬくもりがここに残ってる。しばらく消えないよ。娘が一人いたんだ。アップルパイを焼いてくれた時があってね、言葉にならない寂しいっていうサインに耳を澄ませないとね。私たちは依頼人に寄り添う。そしてこの春もこの場所で遠い空見上げて、今も君を愛しているよ。あの頃よりずっと。その芝久雄さんなんですけれども、まあ、ちょっとそのお嬢さんの亡くなったとかっていういろんなきっかけがあって、セカンドライフのですね、うん、新しい人生を始められる中で、まあ、その職業を変えたっていうのが一つなんですが、うん、もう一つ住む場所も都会から田舎、うん、地方の方に移られるんですけれども、まあ、またそこでこの映画ですと舞台が岡山ですかね、はい、の綺麗な風景がたくさん出てきたんですが、その地方の魅力っていうのがどのように感じていらっしゃいますか？この私自身は鹿児島の非常に片田舎で生まれ育ってまして、はい、高校生までそこで育って東京に来たこちらなんですけど、はい、ご出身どちらですか？私は千葉なんですが。結構都会。そうですね、田舎を持たないおばあちゃん家がない世代なんですが、うんうんうん、今ちょうど実は仕事で徳島の方に、うん、はい、セカンドハウスというかがありまして、はい、今行ったり来たりしております。そうですか、はい、まあ、そういうところで生まれ育ったってこともあるんですけども、はい、昔の社会を考えたら、私はまあ昭和30年代の初めの生まれなんですけども、はい、一つのこの集落というか村の助け合いがね、とってもこの心地よかった時代、まあ、もしかしたらもう最後の世代かもしれませんけれども、はい、例えばもううちが出かけてて洗濯物が雨に濡れされたり、はい、もう誰かが入れてくれてたりとか、もう鍵なんかかかってないうちなので、はいはい、そうですね、そうなんか届き物があったりとか、もうそれごく普通 で、はい、で人が亡くなる時もそうですよね、はい、集落でみんなで協力してお葬式を挙げさせてくれて、うん、と言われたらみんなで親に、はい、結婚式も自宅でやって、はい、私も生まれる時は昔のうちの難度にサンバさんが来て届けてもらった口ですし、はい、私小学生の時は自分 の祖母が亡くなった時は特に神棚のちょっと前に布団敷かれて、はい、みんなで布団を切って、で父親がこうさっきまで息してたのに、小学生の自分もこうやって探してくれて、死んだらこうなるんだよっていうことね、そういうのが目の前で体験できたわけですよ、はい、ところがやっぱり都会、まあ時代のせいもありますけど、全部それ病院に入っちゃってるわけでしょ、はい、で病院で亡くなる方も今 85% ぐらいいらっしゃる、はい、そうですけども、ね、はい、うう死も生もどんどんこう身近なところから病院に入っちゃって、なかなかこう接する機会がなくなって、はい、今の例えば子どもたちのいじめも含めて、事件、悲惨な事件も含めて、どんどんそれを身近なところから離してしまった、その弊害が私はあるんじゃないかなという気がしてて、ただ田舎はまだそういう雰囲気が残っているところがいっぱいあります。特に自然に囲まれたところっていうのは、自然の気を受けて人間が育つと、都会の
全くこう自然がない中とまたちょっと違う雰囲気があったりとか、はい、ある意味自然は人間の先生にも変わると思っているので、あえて都会ではなくてそういう田舎の設定にしてね、はい、なんか自然のこう癒しも含めながらの、はい、そういう設定にしたいねってことで、それで岡山県の高梁市というところを選びまして、はい、そこでというのにこの設定をしたんですね。まあ、人間関係もそうですけども、まだあの都会に比べると、もうちょっとこう人間的なものがいっぱい残ってたり、まあそういうことも含めまして、それにはもうちょっと緑がちゃんとあるところにしましょうということになったんですね。そうだったんですね、はい。とても本当に私も今地方に行ったり来たりしている中で、やっぱりあの都会じゃない暮らし方っていう本当に改めて見直す時かなって、はい、感じてますね。はい、そんなあの映画になっているんですけれども、これはちょっと種明かし的になっちゃうかもしれないんですが、あの最後の方のシーンで、主人公の柴さんがちょっと病院に行ってあれってちょっとこう何かそうですね、はい、ちょっと思わせる先を予感もさせるようなシーンが、はい、あるんですよね。後半のね終わり間際にあるんですけど、はい、はい、ここは何かこう見てる方に伝えたいこととか。あ、そうですね、はい、一つは実はこれを作られたのあの提案された柴田さんご自身が、はい、あの癌にかかってらっしゃって、はい、今はもうほぼ完治されたんですけども、もう今やんないと私が間に合わなくなっちゃうんじゃないかなって言われもあって危機感があって3年前に亡くなったってことになりまして、はい、あのちゃんとその自分の病気と対峙するといいますか、あ、まあ、一つはもう一つはあの実は第2弾もそこで狙えたらというちょっと裏もあって、はい、もし、ね、主人公の柴さんが自分がそういう余命宣告とかされたら、はい、じゃあどういう対応をしていくのか、自分もその向こうに行く当事者になったらどうなるか、はい、そういうエピソードがいっぱい今現在ありますし、はいはい、実際私の知り合いにももう余命宣告されて1年間で本当何も去年もなくなってたりするんでね、ですからそういうこともちょっとあの計算に入れつつの、はい、まあもちろんこの第一弾で成功しないことに第二弾につながらないんですけれども、なんかもっと深掘りしていくための、はい、ちょっとそういう予感を感じさせるし、はい、もう一つだけ入れておこうという実はそういうことだったんですね。はい、もうエピソードはねもう数えこの中ではもう3人の詩を扱っておりますけど、まあ、それももうそれでそれでそれでやっとその3人にだからいっぱいねあのいろんなエピソードが他にもあったんですけど、はい、次の段階としてのちょっと付箋の意味も正直言ってあります。そんなこともぜひ楽しみに見ていただきたいと思うんですが、うん、あのこの映画あの改めましてどんな方に一番見ていただきたいですか。そうですね、はい、先ほども申しました通り、はい、あの年あの年齢に関係なく、はい、特にその若い人たちもねもっと身近なものとして死を捉える、うん、ということをで私今回の、ね、映画をきっかけにしていただきたいと思うので、はい、どんな方にというよりも、ね本当あの老若男女、全ての子供たち含めてね、子供たちにも今残念ながらなかなか身近では見れなくなった死をね、はいはい、この中 の, あの若いまだお母さんもねちょっと亡くなっていく死もあったりするんで、そういうことはやっぱりこの身近にもねいつ起きるかわからない、はい、まあ、もちろんそういうことを体験されている方もねいっぱいいらっしゃると思うんですけども、そういう意味ではこれはもう誰にどう見てっていうよりも、あらゆる層の方が見ていただきたいと思いますね。わかりました、ありがとうございます。それでは最後に東京ボーダレス TV をご覧の皆様にメッセージをお願いします。はい、東京ボーダレス TV をご覧の皆様、今日はありがとうございました。今話しました通り、あなたの死を自分の死を見つめるきっかけになる映画だと思います。死は決して遠いところにありません。いつも背中合わせ表裏一体であると思います。でもその死を見つめることが今をどう生きるか、その中にいっぱいその答えがあるような気がしますね。ですから決してあの意味嫌い暗く悲しく辛く怖いものではないという死をですね何とも認識していただきたいですね。誰に見てられたいでしょうかね、あなたはね、そういう意味でぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
本日は映画見取り師主演の榎木孝明さんにお話をお伺いしました。映画見取り師は9月13日から有楽町スバル座ほか全国で順次公開されます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。東京ボーダーレス TV